ジョンやん。あれ昨日今日今日じゃん。え今日じゃない今日だったマジでちょっと待って待ってマジで今日だえ今日だよね気づかなかったんだけどマジえマジで写真撮ろう撮ろうマジで気づかなかった惜しいねって言おうとしたら違ったねはい新宿御苑のもここかなミキですはい見ようかな今日あれ違うね出番がどうしたらいいんだろうね使わないねこれ本当によく家見て帰ってほらよかったよかった了解ほらフリーアドミッションデーって書いてある本当だ狙ったわけじゃないんだけどそうかこういうのちなんでるんだあここでね、うん、大丈夫うん、結構でかいもっと早いのかな3点3点3点今日入場無料だからな。よかったな。びっくりした。今日でもさ入場無料ってことは結構今日来るってことじゃん。ね、で結構来てる状態でこれの人数ってことは余裕や。なんか真面目なイベントだね。真面目ちょっとお固めなイベントですこれ。まあ、今日サングラスでくればよかったかな、俺がその恐れ感あったあったかなうんかもしれない天気がね、悪い曇り、え広いねあの、遊具がない、だとしてそうだねうんいやいや、来ると思うよ目が回った目が回った目が回ったいや、あった。何だろうね、本質な。何やろ。何やろ。植物館ってこと？うん。うん。匂いするわけないんだね。うん。なんかちゃんとしてるね。ちゃんとしてるね。ジャングルだ。結構人いる。なんだこれ、ケムシみたいな。なんだ。ジメジメしてるね東南アジア系なあバナナじゃんバナナよバナナバナナバナナだよ三脚葉っぱこれタオルえバナナ下ないやろバナナなんだろうあれねこれ新宿の話はこれ社会科見学くんじゃないの、ね、そういう
内の場所よ。結構深いね。わからんけど、よくわかんないけど金かかってんな、うん、けど金かかってる感すごいな。アメリカの砂漠かわいいね。かわいいね、こいつら。かわいい。インケア、名前なんていうの、これ金シャチ。金シャチだ。かわいいな、これ小金丸。小金丸かわいいね。あ、みたいな、どうぞ。クッキーが見えちゃう。ミコは ここ来なかった、学校で。学校来なかった。社会見学で。社会科見学は小学校。そう、小学校。なんか地層見に行った。地層見に行ってどこに。ハマ。地層があるの。岡本太郎店。ああ、ああ、あそこね。あそこあるじゃん。はい、その横に地層出てるとこ。断崖で。そっか、土を買いに。うん。そう、下通った。ディズニーランドみたいな。ディズニーランド。ビッグサンダーマウンテンの街だな、これ。面白いな。まだ続くね。まだ続くね。今何割ぐらいなんだろうね、これ。あの、イケアみたいにさ、ショートカットとか欲しいかもしれない。うん、今何パーですよ、みたいな。入ったら出れないみたいな。そう、一歩通行ですから。はい。あ、なんか。乾燥してない。思ったより硬かった。うん、なんかいい匂い。なんか急に匂いが肌に塗るような感じの匂いが。あ、いいや。アロエとかないの。レモンマート。レモンマート。いいね。カーブなんですか。なんかあったよね、針葉樹林とかさ、常葉樹林とかいろいろあったよね、うん、社会科だね、はい、地理だったね、俺高校の地理でなったわ。ゴビ砂漠とか、そういう桜間間砂漠とかやってない。文系だからかな、俺かな。やったやった。やった。あ、一応そうか。あ、できるんだね。うん、うん、最高。もう岩に作った人。これ育ててんの最初の前の、うん、もう一度ミーナ感じ。ミーナの緊急だね。バイオハザードみたいな。わかる。なんか、はい、これレモン塗りだ。なんだこりゃ。何これ。あとレタスのね、人が作ったみたいだね、これ。何これ。うん、不思議ね。なんかほら、これサンプルみたい。不思議な。寒い。涼しい。涼しいね、ちょうど中暑かったから。温室、楽しかったな、うん、これただ、ただただすごくない。うん、楽しいよ。この公園思ったよりアダルトだな。ちょっと子供向けじゃない。遊具がないね。多分見当たらなかったな。なんかあそこのイベントもちょっと硬いし。硬いね。硬かったな。めっちゃいるやん。めっちゃいるね。めっちゃいる。見えないんだけど、字が水位が高すぎて。